ってみましょうか。皆さんこんにちは。コーヒーを愛しすぎた男、岩崎太蔵です。今日は美濃焼の里、岐阜県土岐市に来ております。こちらポッター水野こと水野浩一さんの工房に今日お邪魔しておりまして、土こねてらっしゃいますけど、よいしょよいしょ、もうここから職人芸ですね。いやさっきまでこう結構ねドタドタっとした土の塊だったんですけど、ね、もう滑らかに、これ菊練りって言うんですよ。あ、これが、ね、これがかの有名な菊練り、かの有名な、確かに。あ、いいですか、ちょっとここの形すげえ、こんなに綺麗なことになるんですか。じゃないですよ。いやいや、使えない。すごいですね。これが菊練り8年っていう、菊練り8年ってきっと言ってたと思います。きっと言ってたと思う、ね、10年かもしれないし、すごいな、3年かもしれないですけど。皆さん、水野浩一さんの工房にお邪魔し、インタビュー動画すでに撮らせていただいてアップされてますが、ご覧いただいておりますでしょうか。もしよろしければ概要欄の方からチェックしてください。そして水野浩一さんと一緒に極上のコーヒーカップを生み出そうということで、今日早速この工房で私のコーヒーを飲んで、そのインスピレーションで即座に形にしてくださるという奇跡のセッションが始まろうとしております。これからいろいろそういった動画が出ていくと思いますから、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、ぜひとも登録の方よろしくお願いいたします。さあ、それじゃあ水野さん、よろしくお願いします。お願いします。この作業があとどのぐらい、これあと、すみませんね、押さえていただいて、ね、あとちょっとです。いや、すごい綺麗になるんですね。こう土をね、気泡を抜いて今締めてるんですよ。気泡が入ってると爆発しちゃうんですよ、釜の中で。ああ、なるほどなるほど、ね、じゃあこの練りにかかってるんですね。かかってますね。この土っていうのは、あの、この土地の土なんですか。これはブレンドしてて、ブレンド、はい、この土地の土とか、あの、愛知県の土とか三重県の土とか混ざってます。これ水野さんのオリジナルブレンドですか。そうです、太蔵ブレンドです。そういうことなんですね、土も。ブレンドの世界なんだ、ね、そしてなんか作品が一つ完成しようとしている感じですけども。はい、練り上がりです。すごい綺麗。こんなことになるんですね。はい、はい、出来上がりです。うわ、あっという間ですね。まずじゃあこの器っていうのは土からスタートして、まあ、そうですね。これはじゃあ水野さんが自分がこう作りたいイメージに合わせて、に合わせてブレンドして作ってます。土の混ぜ方によって仕上がりの質感をこう変えていく、質感とか色とか強度だったりとか、あ、はい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 、あの、釉薬っていうか上薬って言われるものに合う調合だったりとか、うんうんうん、なるほど、ね、無限大なんで、無限大ですね。その中からピックアップして混ぜないとやっぱりなんか、いや、混ぜないでもできるんですけど、うんうんうん、どうしてもこうよく売ってるようなものに なりがちなんで、あ、個性を出すために、ためにはちょっとブレンドして、今からもう感動し始めちゃってますけど、ねね、ぜひじゃあ今日この工房で私もコーヒーのセット組ませていただいて、はい、今からコーヒー入れますので、はい、飲んでいただいたインスピレーションで形になる、もうすぐ作りましょうっていう風に思ってていいですか、はい、うわ、楽しいです。皆さん、ぜひちょっとこの動画最後までぜひとも見逃さないようにご覧ください。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあコーヒー用意します。はい、水野さん、これなんです今回、はいはい、いろんなコーヒーを持ってきてるんですけど、このコーヒーのちょっと香りから、あ、フルーティーですね。果物みたいな、果物ですね、果物の中でもブルーベリーとかストロベリーの匂いが非常に強い、これパナマの芸者なんですけど、サンタマリア農園って言って今、はい、私のところで大事に使っていただいているコーヒーで、はい、このコーヒーのためにというピンポイントで今回は、なるほど、はい、作れたら嬉しいなというところなんですよ ね、 ね、まあ、ちょっと飲んでいただいて、先ほど別の動画でもね、皆さん見ていただいたんですけれども、はい、ワイングラスのようなイメージで、やっぱりこう空気に触れる面は広くで、なおかつこうすぼまっていって、口当たりは繊細でっていうところまでが漠然としたイメージなんですけど、承知しました。いや、水野さん、なんかいろんな道具があって気になりますね。そうですね、いろいろ
その作る形によって道具も変わってるので、水野さん、じゃあちょっと私 のコーヒーの準備も整ってきましたけど、はい、水野さん普段制作されてる時に、はい、なんかすごい秘密があるって伺ってて、あ、秘密っていう か, あれがないと僕作れないんですよってこの間きっかけは老眼がひどくて見えないので作っててもで目凝らしてると疲れちゃうから、うん、YouTube 見ながらろくろしてるんですよ。YouTube 見ながらって意味がよくわかんないですよ。陶芸入門みたいなの見てるわけじゃなくて、な何を見てるんですか。水曜どうでしょう。水曜どうでしょう。え、毎回同じやつ。まあシーズンいろいろ違いますけど、それをローテーションで。ああ、じゃあ、あの30分の尺が、尺がだいたいこのろくろ一塊終わるワンセットなんです。30分がこの塊、ね、すごいですね。あ、じゃあもう時間の確認というか、ま、ストップウォッチですね。なるほど、ね、へ、はい、でも手元見なくて大丈夫なんですか。もうあの逆に見ちゃうと作れないんで。これってことでしょ。それです。特に調子出したい時は、はいはい、水曜どうでしょうの、うん、ユーコンのユーコンが一番いいんですよ。ユーコンが一番一番いい。その日のコンディションに合わせて、ね、見てるものが違うんですか。大体こうあのユーコンがすごいですね。今日はどうですか。今日はユーコンでいきましょう。上げていきたいから上げていきますか。ユーコンですね。了解です、ね、いやすごいな。ユーコン30分でどのぐらい作るんですか。まあお鉢だったら7、8個、はい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 、カップだったらお湯飲みみたいなものだったら、うん、このぐらいの塊で25から30。30分で1分1個のペース。まあそんなような感じです。すげえ、マジですか、まあ、そんなスピードで、ね、それはそれで見てみたいですけど ねカップ30個の巻き、そういう動画って上がってないですか。いや、まあ、他の方はどうどう、まあ、見たことないわ。え、シューポンみたいなことでしょ。チュッパチュッチュッチュッパチュッチュッチュッパって、その技を一瞬こうコーヒー入れてる間に見せていただく。うわっ、ラッキー。これはラッキー、ね、私その間にコーヒー入れてますから。コーヒー入れていただいて。始まってますね、番組が、はい、ちょっと気になってコーヒー入れられないな。うわ、見る見るうちに体こうやって YouTube 見ながらこうやって思いっきり見てますね。本気でこう見ながら、こう、うわすごい。こんな風に生まれていくんですね、まあ、こういう感じで。なんかもう美しいですね、この生まれていく形が、生まれていく様子っていうのが、まあ、ねえ、ゼロから何かになると面白いですね、うん、そういうことですね。もうちょっとこれは私自分の携帯で撮らずにいられない、すごいですね。この iPad が映り込んでどうしても雰囲気がわー、すごい、もうはあ、すごいな、テンション上がるわ。こう毎回このフリーハンドで同じ形ができるんですか。まあらかたできるかな。うわ、じゃあコーヒー入れ始めます、はい、なかなかコーヒーできないんでこのままだと。あ、美味しそう。今日は本当にあの特別な味出しますので、はい、もうこの特別な味を受け止められるカップをずっと探してるんですよね。なるほど。今のところ一番近いのはワイングラスです。あ、なるほど。ブルゴーニュの少し大きい、ね、ああいった器で飲んでもらうんですけど、まあ、何かやっぱりワイングラスの他にも可能性があるんじゃないかなっていうところを、ねね、常々考えてて、そのなんか最後にプチンって切り離すところがめちゃくちゃ気持ちいいですね。まあ、ちょっと測ってないんで少し形違いますけど、はい、通常は測るんですか、何かで、まあ、こういう高さとかこういう道具があって、こういうので径と深さが
なるほどなるほど。すべてあのお手製なんですね。お手製ですね。コーヒーの方はパナマサンタマリアの園芸者、こちらのハイロースと熟成は2週間かけたもの、理想的な形で、味を出すためにあえて焙煎後に時間を置いてます。その熟成も今開発中の、器、木の器に格納して2週間寝かしているという状態ですね。さあ、はい、さん、間もなく出来上がりますけど、はい、あ、止めちゃったんですね。いや、もう大丈夫ですか。もう見なくてもストーリー全部分かってるからってことですね。通算何回ぐらい見てるんですか。いやもう100回は絶対見てますね。100回は見てる。100回で聞かないかも。タイゾーチャンネルも30分の尺で何か作ってまず水野さん、こちらがオーソドックスなカップ&ソーサーだと思うんですけど、まあ、はい、今回はできれば、はい、この両手で包み込むように持つという、こちらで、はい、なんとなく私が持っているイメージに近いので、一回試飲していただいて、承知しました。私のイメージに近づけるために温度下げますので、はい、この状態で注がせていただきます、ね、はい、ありがとうございます。こういった具合で頂戴いたします。お願いいたします。召し上がれ。あ、なるほど、もうジュースみたいですね。そうですね、果実感がすごいですね。フルーツからこう絞った果汁のニュアンスと、あとはお茶のニュアンスですね。上質な緑茶、はい、まあ、あとはあのいいウーロン茶なんかもちょっとこういうタイプがあるかもわかりません、うん、そこにワインのニュアンスとほんのりチョコレートのようなニュアンスと、うん、コーヒーってもはやあのいろんなジャンルに接近してきて、今までのコーヒー像からだいぶ離れたところに来ているので、うん、フルーティーとも取れるし、お茶の世界にもこう、まあそうですね、ちょっと寄せられるものがありますね。これ時間が経ったら少しあの味の風味も変わってくるんですか。果実味が増しますね。果実味を早く増すために、うん、器はあまり保温性がない方がいいんですよ。なるほど。それでなるべく薄めがっていうようなイメージがあるんですけど、うん、まあ、ただこのぐらい口が広いと空気とのこう接地面積がちょっと 広いので温度はやっぱり早く下がるし、うん、液体の状態も変化するので、うん、まあ、より変化は楽しめると思うんですよね。だからまあ深い方が、まあ、広い方がいいっていうのは一つそういうイメージから来てます。なるほど、はい、じゃあちょっと試しにやってみましょうか。早いですね、早速。いやー、どんな器が生まれるのか。お手本を置きながら。なんか一番最初のイメージはこんな感じだったんですよ。もっと、ここから膨らんでくるんですか。から、すごいですねこれは。こんな感じかな最初、うんうんうん、思ったのは多分タイさんもこういうイメージでおられたと思うんですけど、結構背が高くて深い、っていうのも面白いかなと。お抹茶茶碗だと筒茶碗って言って、うん、こういう深い茶碗があるんですけど、うん、A やん B やん。うわー、すごい綺麗ですね、うん、ですね。
ちょっと言葉が出ない。いやいやいや。いやー、これはいいコーヒーを注ぎたくなりますね。ちょっとそれでもう一個、うん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 、もう一個ちょっとパッとひらめいたのが3種類ぐらいひらめいたんですけど。パッと3種類。パッとサイズ。さすがですね。さりげなくパッとサイズね。降りてこない時っていうのもあるんですか。降りない時は多々ありますよ。多々あるんですか。ありますあります。そういう時は作らない。やらないですね。やらない、ええ、うひょー、すごい。こんなに形が作れるんですね。これ結構難しいですよ。なんか信じられないこと目の前でなさってるような。こんな形が、おお、その返しが飲むときに結構重要なんですね。まあ、唇の当たりがいいんじゃないかなと思うんですけど、シアン。あと何か、太さんありますか？何かもう僕のイメージはこんな感じっていうのを何かあれば。ちょっと私イメージ的にシアンがあまりにも斬新すぎて、あ、まあ、私の個人的なイメージだと、もう少し量が少なくてもいいですね。やってみましょうかという気がしますね。これ焼くとあの1割縮んじゃうんで。ああ、なるほど、ね、1割縮む。1割縮む。このぐらいのこのぐらいになっちゃいます、はい、あ、そうするとじゃあこのぐらいなんですか ね、ちょっと実寸ぐらいでやってみましょうか。じゃあそうですね、こんな感じかな。ディアン。ディアン。ちょっとこう、手のひらの中に収まりやすい。収まりやすそうですね。感じ。楽しいですね、はい、これでもそれぞれに飲んだ時の印象が変わってますね、まあ、違うでしょうね、きっとね。ディアンがやっぱり何か特別なあの香りの立ち上り方があるかもしれないですね。ここまで深いと。なるほど。この辺もちょっと実際にコーヒー入れて飲んでみたいっていう感じになりますね。いいやん、いいやん、こちらちょっといいやん、かなり降りてきてますね。いいですか、あの やめろって言ってくださいね。お願いします。
おー、うわー、おー、すごい綺麗ですね。これいいよ。おー、こんな感じかな。はい。という感じで。素晴らしいですね。いや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 。もうどれもどれも最高じゃないですか。もうすでに5種類のコーヒー用のものが生まれたような感じがします ね。いや、最もどの器がこのコーヒーの良さを引き出すのかっていうのは、実際に、ね、まあ、焼き上がって飲めたらあれですよね。そう、飲んでみたいです ね。いやー、ピーすごいことになったね。すみません、本当にこんなに降りてくるんですね。まあ、降りました。天才ポッター水野浩一さん、いや最高です。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、こんな感じかな。まず実際はこのぐらいで切れちゃうんですけど、はい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 、本当に綺麗ですね。でもこれこういう感じ、この土の輝きも本当に美しい、うん、こういった器っていうのは伝統的には存在するんですか。いや、見ないですね。うん、あんまり途中で膨らんでいるっていうのは、まあ、いわゆる湯飲みではあんまり見ない。湯飲み、飲み物を飲む器としてはあんまないですよね。小鉢だか何だか食べ物入れる器は多いですけど。ああ、なるほど、うん、なるほど、からなんか季節の食材で香りを楽しむもの、例えばあの山椒 の木の芽とか、うんうんうん、柚子とか、うんうんうん、と松茸とか。なるほど。ああいうものの器はやっぱこう閉じたものが多いですよね。それ要するに今のコーヒーじゃないですか。まあ、そうですね、まあ、同じことです。出汁と香りと、ね、そうその繊細なニュアンスを楽しむ、ね、はい、なるほど。まあ、全然同じ理屈ですよね。あ、ワンですね。ね、芸者ワンです ね、 ね、 ですね、はい、新しい器が誕生した瞬間ですね。はい、水野さん、あとものすごい細いのっていうとどうですか。細いのですか。安定感がなくなっちゃうのかな。そうすると安定感はまあなくなるけど、ちょっとやってみましょうか。じゃあ作るのめんどくさいですけどね。ああ、細いやつ細いやつを、ねえ、指の長さぐらいがやっぱり器としてはちょうどいい。まあ、牡蠣とか、うんうん、お花入れはやっぱ背が高くなるんで、
あの作れなくはないですけど。コテが登場するのはどの段階ですか。コテはもう指が入んなくなったらコテ登場です。あ、こっちのコテはまた違うもんですけど、お鉢とか作るときに使うんですけど、おお伸びてきた伸びてきた、おお、まだ伸びますよ。まだ伸びるんですね。もう魔法のようですね。全然もうこれは魔法使いが目の前にいる。ポッター水野。すごい。いや。ここでもう手が入んないんで。うんうんうん。こいつで。おお。老眼だから見えないんですよ。どうも。うわ。攻めますね。ここで膨らみを出すんですね。膨らみを作って。新しいんじゃないですかこれ。新しすぎる。新しいんじゃないですか。新しすぎちゃって今味の想像をずっと頭の中でしてるんですけど、ピンとこないですね。おそらく細いと口の中に入れた時の液体の流れ方が全然変わる。まあ早いでしょうね。スッと入っていっちゃうでしょうね。スッと奥まで行くので、物によっては、はい、酸のニュアンスをちょっとまろやかにするとか、味に影響が出せますよね。例えば芸者のウォッシュ、ちょっとこうシトリックなライムとかレモンのような酸が舌にうるさすぎるなっていうコーヒーをこういった細い器で飲むっていうのは一つ考え方としてあるかもしれないですね。いやでもこう細いにも程があるぐらい細くなりましたね。いややっぱこれぐらい細くないと。ぐらい細くないんですね。やるならね。かっこよくない、かっこ悪くないですか。逆に。どことの普通の。逆にこれぐらい細くないと。かっこよすぎますよちょっと。でこれ実際もっとこうこういう形になるんで。ああそこら辺が。からもっとシュッとしてシュッとするんで。外側の削りが入るんですね、これから。どうなるのか本当にコーヒー入れるの楽しいですよ、ね、これは。いやね、これでも牡蠣にコーヒー入れて飲んでんじゃないのみたいな。いやもうそう言われそうな感じ、言われそうな感じはしますよね。ここまでいくと、
攻めますね。いやっていう感じで。いやー、水野さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。すいませんでした。最高です。はい、こんな感じで。さあ、こちらが器を焼き上げる釜ということですが、はい、水野さん、ずいぶんでかい釜。これ結構でかい、でかめですね。ね、この重い扉の中が何度ぐらいになるんですか。まあ、今日やったやつで1230度。1230度、かなり細かいですね。そうですね。うわー5階長。あ、こういうことになってるんですか。スペースシャトルでも使うようなレンガですけど。え、このレンガ。このレンガ耐熱っていうこと。耐火ですね。耐火、ね、こう棚を吊ってここに今入れて焼いていくわけです、ね、白いんですね。そうですね。綺麗ですね。そしてこれがゴゴゴゴゴって出てくるんですか。ね、こう出てきてっていう感じですね。おお、そうですね。この釜は熱源はガスです、はい。じゃあかなり強い火力にもなる。そうですね。あちらが熱源というか、穴の開いているところにバーナーがついてて、うんうん、あそこから火がドバーって出てくるんですけど、こっから火が出て登って降りて排気ってこと。入って排気される。あ、ここが排気されていくんです、ね、であそこが煙突になってるんですけど、え、この横に開いてる丸い穴から炎がボーって出る。出ます、出ます。つけましょうか。マジですか、ね、見れるんですか。見れます、見れます。じゃあつけましょう。嬉しい、すげえ見たい。さあ、点火。うわすげえド迫力ですねこれこんな風になってんですね。そう、なんかうち V 点ですね。 V 点55なんで。なるほど、ね、え、どのぐらいの時間焼くんですか。まあ、物にもよりきりですけど、あの炭貫入だと17時間ぐらい焼くですね、本焼き。17時間。17時間、この火力で。え、もっと強くなります。もっと段階的に、はあ、から本当に最高の温度の時は。大丈夫ですか、開けてて。すげえ音。これぐらいです。この距離で熱気がすごいですね。すごいですね。ここまで来る。これが強火。これ強火。すっげえ。いやー、これで17時間焼くんだ。すごい熱のエネルギーですね。もうちょっとドキドキが止まらない感じになってきましたけども、はい、素晴らしい器の数々が生まれた瞬間、目の前で私を目撃しまして、どうなるか本当にコーヒーを入れるのが楽しみです。この後工程としては削りが入るんですね、はい、外側を削る。外側と底を作って、うんうんうん、削って作って、はい、まあ、乾燥させて焼くと、はいはい、で焼くのは一度焼いて薬をこうかける。そうですね、一度素焼きっていうのをして、素焼きがされちゃって、それで釉薬をかけて画本焼きってします。その釉薬によっても変わってくるわけですよね。そうですね。だから、まあ、こういうぽってりしたものをかければ優しい感じになるし、うんうん、そうですね。いやでもその釉薬のパターンっていうのも無限に、まあ無限なんですけど、もう逆にやってらんないんで、うん、もちろんそうですね、無限すぎちゃってから、ある程度好みに合わせていくのと、うん、まあ、土に合う釉薬もあるんで。なるほど、ね、なので、まあ、そういう感じで、あれかな、まあ、イメージとしてはやっぱりこう繊細なコーヒーなので、うん、滑らかな口当たりっていうのは一つあった方がいいかなと思うんですけど、はい、ね、からまあこれかけとけばそれなりに滑らかと程よい繊細さといくんじゃないですかね、うんうんうん、いくでしょう ねこの白っていうのは、はい、釉薬が白。釉薬が白です。もともとはじゃあ同じ土なんですか。そうですね、同じ土だと思います、これ。ね、いや、水野
じゃあちょっとぜひ完成までなんとかよろしくお願いします、はい、こちらよろしくお願いします。ありがとうございます。ご視聴いただいている皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。具合でコーヒーの世界が新たな扉を開くかもしれません。この後仕上げの工程を経て実際に試飲をしてまたその質感そのニュアンスで水野さんとディスカッションするなんてことができればと思っておりますので、はい、ぜひとも皆さんこの後の動画またアップされるものを楽しみにお待ちいただきたいと思います。もしまだチャンネル登録お済みでない方いらっしゃいましたら登録の方もよろしくお願いいたします。水野さん今日は本当にもありがとうございまし ました。もう天才の神髄を肌で感じまして、はい、とんでもございません。震えが止まらない感じになっております。皆さんお付き合いいただきましてどうもありがとうございます。またお会いしましょう。ハッピーなコーヒーライフを。